続きましては、このあたりの順番が疑惑となっておりますけれども、4号艇平山千佳選手でございます。おはようございます。おはようございます。まず蛭子さんに、これ平山選手4号艇っていうのは、いや、平山選手はあの後から決まったんですね、実は出場が。実はね、今節追加なんですよね。まあ、はっきり言うと、ここに本当は浅田千秋選手がいたんです。はいはい、浅田千秋選手がなんか、あのなんか欠場、うん、なんか用事があったのかな、なんかちょっとそこのところ分かんないですけど、はいはい、そんな細かい話ではいいです。平山選手が、はい、でちょっともうあんまりいじくるのめんどくさかったから、はいはい、あ、もうここに入れちゃえって。あんまりこう、平山選手、ごめんなさい、めんどくさかっただけみたいです。なんかね、はい。でもやっぱりドリームには選ばなきゃなっていう。そうですね。ね、まあ、あの、うん、すごい、調子いいですからね。はい、調子いいですか。はい。ちょっとね、丸亀からレースも詰まっていらしたんでね、はい、あのかなり忙しい状況というところですけども、初日、いや、失礼、前見の気配としてはどうでした。先見の気配はそんなに悪くはなかったです。そんなに悪くはなかった、はい、なんかこういいところが出てきそうだなっていう感じもありますか。まだあのペラーが多分合ってないので、しっかり試運転したいと思います。なるほど。で、まあ、レースも走ってみてと、はい、こういうところ。大村の印象は、大村はいい、はい、いい方だと思います。あ、そうです。蛭子さんの印象は。俺の印象、蛭子さんの印象はあのクオカードの平山千佳っていう感じがちょっと間違ってたんで、ちょっとつる。ああ、もういきなり苦情を頂戴してしまいました。はい、千佳の川は香川の川ではないんで。ないんですね。はい。え、はい、あ、なんだったっけ。蛭子さんが今真っ青になって、しかももう後ろで横に選手がしょうがねえなーって顔でもう今見てますけれども。出走表ご確認ください。はい、じゃあこの辺は後で出走表確認していただいて、はい。はい、いろんなことにおいてね、なんか、あの、なんかこう、ラフな感じなんですよね、俺。いや、いや、だからもう平山選手が素晴らしいから、ちょっともうドキドキして間違えちゃったぐらいのことをおっしゃったから。ああ、そうですね。そういうことにしておきましょうか。今日はもう若いからね、一番。ドキドキしますよ、そりゃ。はい、でも、もう結婚してますしね、はい、ドキドキしてもしょうがないんですけど。そんな話してたらどんだけ時間あっても足んないじゃないですか。そうです。では平山選手、最後のファンの皆さんに一言お願いします。はい、あのしっかり最後まで精一杯走りたいと思います。応援してください。はい、楽しみにしましょう。ありがとうございました。平山選手でした。ありがとうございました。あ、もう今まだかよっていう感じで見てましたけどね。はい、参りましょう。5号艇です。横西かなえ選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いいんですか、横西選手5号艇で。ええ、いいんですよ。5号艇からでも、どっからでも来る人だから。あ、うまい。どっからでもですって。ええ、なんか 毎回こう選んではくれるんですけど、どんどん格下げしてるような気がして。違う違う。そのもう2回優勝してるんですよ。あの、この蛭子吉和杯ね。はい。ほ、は、ん、い、で、似顔絵を描いて届けました。似てないやつを。はい。はい、一応、あの、飾らせてもらってます。すいません。よかったですが、はい、飾ってくれてるって。はい、ね。あの、娘の方が上手ですけどね。すごいな。いや、俺今度でもね、芸術家目指して、はい、来年長崎で大きな展覧会やるんで。あ、本当ですか。あの絵も取っておけばね、あのそれなりに売れるかもしれませんよ。絶対ですか。ここはそうですかって言っときましょう。一応展覧会これからなんで、まだ、じゃあ来年の8月、来年の蛭子吉和杯があったら、じゃあその時にここに持ってきて売りますね。売っちゃうんですか。はい、売っちゃうんですか。もうさっくり、はい、ババッと。そう、売ってないでレースで稼いでくださいよ。そうですね、ぜひとも。蛭子吉和杯相当稼いでるでしょう。 あんまり言うと次6号店されそうなんで。あ、そうですね。来年が怖いんで、はい、というところですけども、今年のこの最初の初手雰囲気はどうでした。前回来た時がちょっとあんまり良くなかったんで、もうペラーを全部一掃してきたんで、うん、はい、もうグラちゃんの時とは違う、はい、まあ、そうすると気配も少し確かめながらというところ。はい、そうですね。まだまだその前見の段階ではどうというところは。そうですね、ちょっといろいろイメージで叩いてきたので、うん、どうかなって思ってるんですけど、はい、はい、まあ、それがうまくいけばいいかなと思って、はい。蛭子さん、まだこれ楽しみですよ。なんかエッチな感じがあります。もうぜひ。どうでもいいみたいな感じ。今ね、ごめん、レースの話あんまり聞いてなかったから、あんまり聞いてない。そんなことない。ファンの皆さんは今興味津々で、あ、グラちゃんの時とは違うんだっていうね、そんな感じで聞いてください。最後にそんなファンの皆さんに一言メッセージお願いできますか。はい、蛭子さんのためじゃなくて、ファンの皆さんのために走ります。お願いします。蛭子さんのためにも頑張っていただきたい。どうもありがとうございました。ねえ、蛭子さん、ね、頑張ってほしいですよね。来年はやっぱりちょっともうちょっとあと2つぐらいちょっとこっち戻しておかないと。あの、不安のためにいろいろ走るんですけど、自分のために1着取ったら賞金もいいわけですから、はい、自分のためにって言ってほしいですね。すみません、池田選手が後ろ下がっちゃったんで。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。地元ですから、地元ですから行きましょう。これ地元だから6号艇。はい、
では改めてご紹介いたします。地元です、池田市の選手、おはようございます。おはようございます。どうもお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりね、地元勢ドリーム欠かせないですね。一応選んでもらってありがとうございます。いやいやいや、いつも大体選んでますよね。そうですね、ちょっと いつも 1,2 号艇で選んでもらってなんとかなってんですけど、そう、いつも 1,2 号艇にするとね、結構あの、うん、1着取ったりするんですよ。あ、なんでじゃあわざわざ6号艇にしちゃったんですか今回。きついですよ。いやいや、だから6号艇でどういう、ないろいろあるじゃないですか。やっぱり年齢順だったんでしょ、横西選手がスタート年齢順でしょ。はっきり言うとそうなんですけど、でもね、まあ、展開としてはこうですよ、横西選手が、ね、はいはい、無理やりにスタート行って、運の選手、運の選手に蹴られて、ね、鵜飼選手もこう来て、あの蹴られるところまで予想しないでください、それ、今、後ろでかなり今怖い表情になりました、また、ただ今、話が進むにつれて、選手の皆さん、怖い表情になってますけれども、俺、大体ね、女子選手のインタビューって、すごい怒られたことあるんで、あんまり。本当話したく、大丈夫です、お客さん喜んでますかなり。大丈夫です、6号で前付け行けと。前付け、あ、前付け策もあるんだ。あ、そうなんですよ、6号艇だから6枠って決まってるわけじゃないしね。すっかり乗り気になりましたけども、どうしましょう。あ、いや、ちょっとすいません。じゃあ鵜飼選手を押しのけてインコースを取りますか。あの、行ってみただけみたいなんで。あ、行ってみただけなんだ。そうですか、しろ。ちゃんと鵜飼選手1号艇に置いといて、それ忘れてません、完全に。怖い顔してて1号艇に組んでますから、ちゃんとね。まあ、そうは言っても、あの、まあ、地元ということで、まあ、初日の前傾の気配も気になるところなんですが、いかがでしょう。そうですね、まあ普通ぐらいですかね、はい、まだこれからですか、やっぱり調整なんかは。はい、今から合わせていきたいと思います。なんか今回、まあ、大村走られる機会も多いですけれども、何か今回ちょっと変化を加えて準備したというところありますか。え、ちょっと、7月に来たんで、そのまんまで一応持ってきたんですけど、うん、はい、まあ、7月もあんまり合わせきれてなかったんで、うん、まあ、やっぱり今からですね、はい、取り組みですかね。そうですね、はい、あの、まあ、地元で、まあ、ドリームは6号艇にされちゃいましたけど、はい、地元でこう、なんて言いますか、こう頑張りたいなみたいなところってありますか。まあ、いつも地元なんで応援してくれる人たちも多いんで気合い入れてはくるんですけど、まあ、恵比寿さんも地元なわけですから、はい、そうです、声援という意味ではいかがですか。はい、応援します、頑張ってほしい、はい、絶対こっち見てると思います。いやいや、そんなことないですよ。あの、2人だけであと30分くらいやりますか。そしたらバトルで、あ、いいね、あの、時間も押して待っております。そうでしょう、はい、でも1列の展示コースが始まるんじゃないかなと思って、はい、もう恵比寿さん展示が見たくてしょうがないんです、これ。スタート展示、この後ね、そんなことない。ぜひともね、あの、まあ、恵比寿さんもせっかく選ばれているということなので、ね、はい、あの、期待に応えて、もうぜひ優勝してね、俺 の, にあの似顔絵をもらってください。あ、ですって今年なんか似顔絵がすごい太ってたんで、みんなに似てないよって言われてるんですけど。まあ、この辺の話も後でゆっくりと決着つけていただいて、最後に締めの言葉になります。ファンの皆さんに一言どうぞ。地元なんで、いいとこ見せたいと思います。応援お願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。でした。じゃあ恵比寿さん、こちらの方で参りましょう。はい、あ、恵比寿さんの思いもありましたし、はい、あの、それによって各選手もちょっと今メラメラっとこう炎が燃えた感じがあります。そうですね、やっぱり女同士のなんか、あの、いろいろ心理状態って難しいですからね。恵比寿さんによってだいぶ心理状態かき乱されてるような感じもしますけれども。本当女の人って難しいんですよ、あの、性格が。うん、性格が。もうちょっと、あの、はい、女房と結婚してちょっと分かりましたけど、はい、本当に今個人的な話になってますので、このあたりはまたトークショーなどであればですね、そうですね、最終日にトークショーございますんで、ぜひともね、はい、そのあたりで伺っていきたいと思いますけど、はい、改めて、まあ、ドリーム戦の出場6選手は頑張っていただきたいと思います。ご紹介いたしますので、どうぞ大きな拍手でお送りください。1号艇は鵜飼菜穂子選手、2号艇角仁美選手、3号艇海野ゆかり選手、4号艇平山千佳選手、5号艇は横西かなえ選手、そして6号艇池田志乃選手です。どうぞ大きな拍手でお送りください。選手退場です。